しました。横を全部削ぎ落として、まあ、裏もでこう角度をつけました。でも触ったら分かるんですけど、すげえなこの切れるっていうのがもう分かりますね。まあ、これをね投げて実際に物に当てて、切れるか試してみたいと思います。さっきね作った、円月輪ですね、うん、これを使って、まあ、あそこに置いてある、大根ですね、まあ、他にもいろいろあるんですけど、まあ、いろんなものをこれで投げていってみたいと思います。はい、いただきます。見事に真っ二つ。まあこれぐらいはね、あれか、簡単か。ほら、いきます。白菜ね、やろうと思ったけど、まあやらでもいいでしょまあ白菜よりもこれの方が硬いんで、まあ、これが切れたら
切れたからよしとしましょう。はい、はい、これはですね、草刈り機の八枚刃の刃なんですけど、これをね加工して汁剣を作ってみたいと思います。はい、やります。なんかかっこ悪いけど一応切り切んできました。はい、さっき作った切り切んです。はい、これを投げて突き刺してみたいと思います。いただきます。ハゲとあれです。結構深く。見てみて。結構深いね。すごい。ちょっと抜いてみよう。硬い。バウンドしてろっか。入ってんの？あ、あったあった。あった？あった。どこだった？横の下ね。やったやった。よく見つけた。よくやったね。よくやった。ちょっと待って待って。あ、出てるね、やっぱり。出る出る。でもさっきはやっぱりね、距離がさ、遠くなった分ちょっと、ちょっと威力がね。こんな感じでしょ。ん？どこが当たった？ん？わ、こっち当たったのか。まあ微妙だね。はい、今度はこのペットボトルに入った水いきます。
度は丸太ですね。うわ、ギリギリだ。ん？ギリギリだね。結構かい。コントロールに自信ができた。絶対当たんねえ。次はなくなります。まあ、あんだけ当たったけどいいわ。お。今日はね、このノコギリですね。このノコギリを改造してマチェット山形なんですね。をね作ってみたいと思います。まあこの辺にこう刃をつけて、でまあこっちは残して、まあ、いい感じに加工して。マチェットとやらを作ってみたいと思います。とりあえず、ここを削ぎ落として、まあ、いい感じに形はできました。あとはちょっと仕上げでもうちょっと刃を研いでいきたいと思います。
はい、できました。マチェットです。こっち側で、まあ、草とかそういったのをこうバーンって跳ねて、でこっちのノコギリで木を切っていくっていう、まあ、山形ですね。そういったのを作ってみました。あとは試すだけ。いきます。草刈りするのは根元から切って。マジか。まあこっちで切れないとき、まあ、切れないぐらいの太い木があったときはこっちのノコギリで切る。ちょっと使い分けるとタイプあるよ。だからこっち側のコギリになってこういう刃がなってる。普通に売ってる。売ってるのかな。売ってると思う。目的がやっぱりそういう山に入ってさ使う道具やけ。売ってると思います。こんな感じです。今回はね、この木製バットですね。こ
それをねちょっと改造してメイスっていう武器を作ってみたいと思います。メイスっていうのは、まあ、コンボですね。コンボに、まあ、トゲトゲがついたやつですね。まあそういったのをね作ってみようと思います。テーピングですね。テーピング巻いて、あとはあのこの釘の先っちょでも取って、まあ、通らせます。で最終的に形にしていきます。ということで完成しました。まずね釘を打ち込んで、その後に、削って加工して先を尖らせました。全部で、ここはねテーピング巻いていい感じに仕上げたつもりですが、あとは試すだけです。とりあえずこれから行ってみましょう。じゃあね、このスプライト、まあ、炭酸ですね、これを振ります。
コーラ行きましょう。すげえな。ダメだね。で、今度は炊飯器いきます。一応穴が開きます。でもあとはひたすらこれを回します。はい、今日はねこのバナナを使います。このバナナをまあここにねこう突き刺してで取っ手をつけて、冷凍庫に凍らせてバナナソードをね作ってみたいと思います。であとはそれを試す、試し切りじゃないけど試し打ちですね、してみたいと思います。はい、
はバナナを刺すだけ。とりあえず形は完成しました。ここに持つとこつけてバナナを刺して、あとはこれを凍らすだけ。そしてあとはもう実際にどれぐらい破壊力があるのか試してみます。はい、じゃあいざ冷凍庫。そうですね、冷凍庫に一晩置いてガチガチにしました。めっちゃ硬いです。あとはこれを試すだけ。はい、じゃあこのバナナソード試してみます。
見るも無残な姿になってしまいました。バナナソード、ここが弱かったかな、でも こんだけ壊せればいいんじゃないかな。もう最後の方はもうなんかもうほとんどバナナなかったけどまあ、あとあれバケツがある。バケツは意外とダメだったね。もっとね、砕けるかと思ったけど、全然ダメだった。はい、今回はこのスコップを使います。スコップのこの周りをね、加工して、切れるようにして、で、先を尖らす。そして、で、ついて叩けるスコップっていうのね、作ってみたいと思います。はい、全体に刃をつけて両刃の刃にしました。で、先を尖らして刺せるし切れるし叩けるしみたいな、そんな感じのスコップを作ってみました。あとは試すだけです。
なんかやっぱあれだね、僕は丸いからこうまっすぐやったらこうスパッといけるけど、こうちょっと曲がってるから、あとやっぱ切る能力が弱いから。すごい掘りやすい。先がね、とんがってる分すごい掘りやすい。ついて切って叩いて掘れる4拍子。今回はね、この餅つきに使うこの道具、まあ、キネっていうみたいなんですけど、これをね、改造して棒ハンマーを作ってみたいなと思います。この辺をね、まず尖らせます。そしてはこっちはね、まあ叩けるようにして、まあ、こっちで突き刺してこっちで叩くっていう、そういったね、武器をね作ってみようかと思います。
ということで、ウォーハンマーが完成しました。先をね、尖らして針金を巻きました。まあ、白い針金だったんですけど、ちょっと白じゃね、ちょっとなんか濃くないんで、もう銀のスプレーでシューッと全体的にね描きました。なんで、この木の部分がねシルバーになってます。はい、あとはね、これでこれで叩きます。だけじゃなくて、他にも何点かあるんで、こちらもね、やってみたいと思います。貫通いや、何もないですよご覧のありさま